皆さんこんにちは、ベルベル人予報道店スタッフの岡部です。本日は僕がご紹介いたします。これから紹介する商品は2月の23日21時にベルベル人ウェブストアの方に掲載される商品となります。サイズ状態などはベルベル人ウェブストアの方にお問い合わせください。詳しくは概要欄の方にリンクを貼りますので、そちらをご覧ください。それでは、ご紹介いきましょう。はい、まずはこちらです。チャンピオンの染み込みのプリントの、T シャツになります。はい、霜降りグレーです。でタグがこちら、90年代チャンピオンの L サイズですね。で、L サイズなんで僕はちょっと着れないんですけど、この何段で言えばいいんですかね、この 1,2,3,4,5 5段プリントです。非常にちょっと珍しいかなと思います。でこういうちょっと小穴があるんですけれども、着用には問題ないかなと思います。はい、こちらで9800円と消費税になります。はい、続いても染み込みのチャンピオン T シャツですね。でタグがこちらです。はい、トリコタグの XL です。はい、マサチューセッツオブユニバーシティオブマサチューセッツかな。はい、で白地に、円字のプリント、非常にかっこいいですね。染み込みプリントです。はい、でサイズ XL なんで僕だとちょっとジャスト目かなっていう感じですね。はい、非常にかっこいいです。はい、こちらで9800円と消費税になります。はい、続いてはこちらです。はい、90年代チャンピオンのタグですね。はい、でこちらウィスコンシンバッキーくんが大きくプリントされてます。はい、で裏面は無地です。はい、はい、L サイズなんで僕だとまあちょっと着れないですね。はい、でもバッキーくんこんな大きくプリントされてるの非常に可愛らしいと思います。こちらで9800円と消費税になります。はい、続いても、チャンピオンの、はい、こちらめちゃめちゃいいですね。でプロダクツタグです。はい、の L サイズです。はい、で染み込みプリント2段プリントの、裏は無地です。で、L サイズなんですけど、まあ、ちょっと、まあ、大きめの L かなと思います。年代からしたら、はい、非常におすすめですね。かっこいいです。こちらで9800円と消費税になります。はい、続いても、チャンピオンですね。はい、こちらのタグになりますの L サイズです。でディテールとしては、まあ、チョコチンと呼ばれる、まあ、こうディテールとか、まあ、左胸にワンポイント入ってます。染み込みプリントですね。裏も無地です。で着やすいので、まあ、ちょっとシルエット的には女性の方にもおすすめかなと思います。僕だとちょっと小さいですね。はい、こちらで、15,800 円と消費税になります。はい、続いてはウエスタンシャツになります。はい、コットン地でタグがこちらになりますね。はい、でトップボタンまでスナップボタンです。なので古いディテールですかね。はい、めちゃめちゃ嬉しい。こういうとこがやっぱ嬉しいですよね。でこういう素材だとちょっとシミとかが目立ちやすいんですけど、一見するとなんかそんなにこう目立つシミもないので状態はいいのかなと思います。ちょっと細身のシルエットになっているので、LM とかでいう、まあ、M ぐらいかなっていう感じです。はい、こちらで12,800円と消費税。はい、続いてもウエスタンシャツ、こちらもコットン地ですね。ちょっとこちらは薄めのコットン地になります。でこちらタグがこちらです。ローンスターっていうタグついてます。こちらもトップボタンまで、スナップボタンです。でこちらはちょっと大きめでサイズが16かな、16ですね。はい、16なんで、まあ、普段15とか着る人が、まあ、ちょっと細身のシルエットになってるので、そういう方おすすめかなと思います。こちらも状態いいですね。こちらで19,800円と消費税になります。はい、続いてはパタゴニアのフリース、こちらめちゃめちゃいいですね。モスグリーンというかちょっと濃いめのグリーンになってます。でレトロ X のベスト、はい、でサイズがこちらです。 XL ですね。 XL なので結構使い勝手がいいサイズ感かなと思います。こちらで12,800円と消費税になります。はい、続いては、パタゴニアのフリースのフルジップジャケットですね。はい、でパタゴニアタグついてて、で M サイズになってます。はい、でまだふかふかした感触残るグッドコンディションかなと思います。はい、裏面はこのです。はい、でアクセント、こういう赤のこうラインアクセント、パイピングのアクセント効いてて非常に可愛らしいかなと思います。こちらで、9800円と消費税になります。
はい、続いてもパタゴニアです。こちら、スナップティーですね。ちょっと 赤とブラウンの中間色、ちょっとエンジと赤の中間色みたいな感じですね。でタグがこちらです。はい、パタゴニアシンチラで L サイズになってます。はい、でコンディションめちゃめちゃいいです。なんかもう新品ですかっていうぐらいのなんかふわふわしたコンディションですね。はい、で L サイズなんですけど僕でジャストぐらいかなと思います。はい、こちらで9800円と商品になります。はい、続いてはこちらです。こちらも、パタゴニアです。デカタグがついたパタゴニアのこのいいですね、めちゃめちゃ。はい、でタグがこちらになります。はい、でサイズが L サイズですね。はい、なんか80年代っぽいこうシルエット、ラグランでこういうちょっとキュッとしたシルエット、めちゃめちゃ可愛らしいです。でナイロン素材ですね。色もちょっとなんかパタゴニア特有なんですかね、この色すごくいいです。こちらで 15,800 円と商品になります。はい、続いてはこちらです。はい、チャンピオンの、まあ、このタグのスウェットパーカーになります。80年代トリコタグですね、 XL です。で、プリントダートマスで、まあ、ラバープリントで、きなりのこういうラグランのきなりのこうパーカーってめちゃめちゃいいですよね。はい、でなんかサイズ XL なんで僕で多分ジャストぐらいかなと思います。はい、こちらで9800円と商品になります。はい、続いてはビンスエです。はい、ちょっとタグ欠損しちゃってるんですけど60年代ぐらいかなと思います。3段プリントで、この色もいいですよね。抹茶なんですかね、もうちょっと濃いような色、なんとも言えない色ですね。めちゃめちゃいいです。はい、こちらで 12,800 円と商品になります。はい、続いてはこちらです。続いてもビンツエですね。こちらも、タグがちょっと欠損しちゃってるんですけど、これ、チェーンステッチでこうフォントが、独特なフォントがこう書いてあるんですけど、めちゃめちゃ可愛らしいですよね。はい、でラグランの、こういったちょっときなりっぽい、色になってます。はい、非常に可愛らしいと思います。こちらで 12,800 円と商品になります。はい、続いてはマイブイの便箋です。めちゃめちゃ鋭く入ってますね、めちゃめちゃいいです。はい、で、まあ、セットインで、着丈がキュッとしてるタイプになってます。はい、こんな感じです。僕だとまあちょっとちっちゃいですね。はい、こちらで 12,800、すいません、 15,800 円と消費税になります。はい、続いても前部位です。こちらちょっと雰囲気系ですね。ちょっと黄ばみとかはあるんですけど、本当にすごく雰囲気いいです。はい、シルエット的には丸型で、タグはこちらも欠損してるんですけど、こういったちょっと首元の雰囲気とかも、こういうちょっと黄ばみの雰囲気とかもすごくいいですね。はい、でダメージは大きなダメージじゃないコンディションは、なんかそのダメージと考えたらすごくいいんじゃないかなと思います。はい、こちらで 15,800 円と商品になります。はい、続いてもビンスエですね。こちらもタグ欠損ですが、このつぶらな瞳のライオンくん、めちゃめちゃ可愛らしいです。はい、で色もちょっとクリームイエローっぽい感じですね。でラグランスリーブです。はい、ちょっとなんかずっと見てると吸い込まれそうですね。はい、こちらで 15,800 円と商品になります。はい、続いてはこちらです。チャンピオンのリバースイーブでタグがこちらです。はい、80年代トリコタグの M サイズです。でエンジにこのシルバーですかね、シルバーのプリント IMS、 シンプルなプリントなんですけど非常にかっこいいかなと思います。こんな感じです。 M サイズ僕だとちょっとちっちゃいです。はい、こちらで 17,800 円と商品になります。はい、続いてもリバースイープです。はい、ネイビーに一段プリント、いいですね。アルファベット大きなプリントです。でタグがこちらです。はい、90年代のアメリカ製 2XL サイズですね。やっと僕のサイズが来たかなっていう感じです。はい、で 2XL ちょっと、まあ、2XL と着丈が長いんですけど、僕は結構リブがこういうしっかりしてる場合は折り込んで着るとか、それちょっと工夫して着るような感じです。はい、でネイビーに、ネイビーボディなんですけど、まあなんかこう状態いいですね。はい、大きなダメージないです。こちらで 15,800 円と商品になります。はい、続いてはこちらです。左胸ワンポイントホーリークロス
でタグがこちらです。90年代刺繍タグの XL です。メイドインUSAですね、はい。でこちらバックにホーリークロスめちゃめちゃ大きく書いてます。はい。で XL なんで僕で多分ジャストぐらいですかね、はい。まあ、両面プリント非常にかっこいいと思います。こちらで17,800円と所定になります。はい、続いてはこちらです。はい、フーディーですね。でタグがこちらになります。はい、90年代の USA、XL ですね。でやっぱこうあのフーディー、あのパーカーですね、あの枯渇してきてるので、あのなんかあの気に入ったプリントあればすぐあの手に入れた方がっていう風におすすめしてます。はい。で一段プリントシンプルですけど非常にかっこいいと思います。こちらで22,800円と消費でなります。はい、続いてはこちらです。はい、ミシガンステート、ちょっと濃い木グレーですね。はい。でタグがこちらです。刺繍タグアメリカ製90年代ですね。 2XL です。はい、ミシガンステートのちょっと木グレー、ちょっと濃いめのコンクリートのようなグレーです。はい、これもめちゃめちゃいいですね。はい。でプリントのバランスもすごくいいです。コンディションもおすすめです。こちらで25,800円と商品になります。はい、続いてはこちらです。はい、コーストガードですね。よく僕海上自衛隊だったんでスーって言うとなんか海猿なんですかっていうのちょっと違うんですよね。コーストガードが海猿で僕ネイビーなんですよね。はい。でちょっと、はい。であとこのタグです、80年代トリコタグの M サイズです。でコーストガードネイビーに赤白のプリントです。はい。でこちらもコンディションはまあまあいいんじゃないかなと思います。全体的に汗った感じはあるんですけど M サイズなので僕では着れないんですけど、こういった軍物のものめちゃめちゃいいですよね。はい、こちらで39,800円と所定になります。続いてはこちらになります。はい、ラルフローレンのスイングトップですね。でちょっと定番な商品かなって一見思いがちなんですけど、ちょっとディテールが面白いです。エルボーパッチとか、ここのポケットにスナップがついてたりとか、このダブルジップになってます。これ結構珍しいんじゃないかなと思います。でタグがこちらです。ポロバイラルフローレンタグの 2XL ですね。はい。で 2XL なんですけど形も、シュッとしていて、でなんかちょっと軍物の匂いがするようなスイングトップになってます。はい、こんな感じです。で汗たこうネイビーの雰囲気すごくいいと思います。 2XL なんで僕でもいいサイズで着れますね。はい。なんか着丈がシュッとしているので 2XL 着やすいんじゃないかなと思います。こちらで9,800円と商品になります。はい、続いてはバーシティジャケットになります。はい、はい、こちらなんか 左胸にワッペンついてて M で袖にバッファロー。はい。で25番ですかね。で黒の配色めちゃめちゃいいですね。でやっぱこうバーシージャケット、色とかこだわると、色とかなんか配色とかこだわるとなかなかいいものに出会えないかなと思いますので、この黒の配色めちゃめちゃいいです。こちらで19,800円と商品になります。はい、続いてもバーシージャケット、これもめちゃめちゃいいですね。はい、裏面がこちらになってます。スティームウッドファルコンズってフットボールで、両袖にちょっとファルコン、まあ、鳥さんのこうワッペンが張ってます。で正面ソリッド型なのめちゃめちゃいいですよね。はい、背中で語るような感じです。はい。でサイズが、こちらになります。はい、ホロウェイの、XL ですね。はい、XL なんで僕でも多分いい感じに着れるんじゃないかなと思います。はい、こちらで19,800円と商品になります。はい、続いては A2 デッキジャケットですね。はい、で裏面がステンシル入ってます。めちゃめちゃかっこいいですね。はい。でタグのサイズが XL になりますね。はい。で見たところのコンディションはちょっとこういう汚れとかはあるんですけど、コンディションすごくいいです。ダメージとかは特にないですね。はい。で XL 僕で着て、僕、まあ、ちょっと大きめの方が着るのが一番いいのかなと思います。こういったまあちょっと軍物のこういう色のジャケットだとジャスト目に着た方がかっこいいと思うので、はい、おすすめです。こちらで15,800円と商品になります。はい、続いても A2 ジャケット、こちらサイズは
スモールですね。はい。でなんかこう多分大きめの作りにはなってるので、こういったものをジャストに着るとすごくかっこいいんじゃないかなと思います。僕だとちょっとちっちゃいです。はい、こちらも、コンディションはまあまあいいんじゃないかなと思う。あ、袖口ですね、ちょっとダメージあります。こういった感じです。はいはい、ちょっとダメージあるんですけど、まあちょっと雰囲気で着ていただければなと思います。こちらで12,800円とお商品になります。はい、続いては M65 フィールドジャケットですね。はい、ワッペめちゃめちゃついていて、これもなんかちょっとそそりますよね。でタグがこちらです。はい、スモールショートですね。めちゃめちゃいいサイズだと思います。はい、これもちょっと大きめの作りなんで、それでいてやっぱショート丈すごく着やすいシルエットになってます。はい、こちらで12,800円と商品になります。はい、続いてはこちらです。はい、M65 フィールドジャケットの、セカンドタイプですかね。アルミジップでエポレット付きのタイプです。でタグがこちらです。はい、レギュラースモールですね。はい、スモールレギュラーっていう感じですかね。はい、でやっぱこうアルミのジップだとアクセント効いてて、やっぱ欲しいっていう方多いんじゃないかなと思います。でスモールなので着れる方多いんじゃないかなと思います。レギュラーの丈なんですけど、まあこういうジャストで着ていただくとかっこいいです。こちらで12,800円と商品になります。はい、続いては、はい、まあ人気ですね、エクワックスレベル7のプリマロフトのジャケットになってます。はい、でタグがこちらです。はいはい、スモールレギュラーですね。はい、サイズ感、まあこれ結構大きめなので、スモールでもあのサイズハマる方多いんじゃないかなと思います。はい、でコンディションすごくいいと思います。シミとかは特に見当たらないですし、まあデッドではないんですけど状態はいい方かなと思います。はい、こちらで25,800円と商品になります。はい、続いてもレベル7のプリマロフトです。でこちらサイズがミディアムレギュラーです。はい、僕で多分ジャストぐらいのサイズ感かなと思います。こちらも、デッドストックではないんですけど、コンディションはすごくいいのかなと思います。はい、こんな感じです。僕で多分ちょっとジャストめに着れるぐらいですかね。はい、こちらで25,800円と商品になります。はい、続いてはリーのデニムジャケットになってます。はい、リータグ101ジャケットでサイズが42ですね。はい、60年代かなと思います。はい、ピスネーム R だけですね。はい、でまだまだ色残りがある個体なので、まあ本当に狙ってた方おすすめです。はい、まあ、特にこういう袖口のダメージとかもないですし、本当にあの綺麗めにも着ていただけるのかなと思います。はい、こちらで29,800円と商品になります。非常にかっこいいです。続いてはこちらです。はい、ブラックジーンズですね。はい、モデルが505ですね。ウエスト34のレングス32で、実寸が、実寸も、ウエスト34レングスは32です。で34、僕ウエストすごくちょうどよくて、なんかあのレングスはちょっと長めですね。はい、まあ、身長170後半ぐらいの方多い、すごくいいんじゃないかなと思います。まあ本当にこうシンプルにもう雰囲気ってっていうことじゃなくて、まあこういう、まあ、ブラックジーンズこの色で履いてもらった方がいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、ちょっと程よく抜けた感がいいですよね。こちらで12,800円と商品になります。はい、続いてはこちらです。はい、505のインディゴ、 US メイドのインディゴです。でサイズ表記、ウエストが30のレングス31ですね。はい、実寸も、ウエストが30のレングスが31です。はい、細身の男性すごくおすすめだと思います。はい、色もまだまだ残ってる状態になってます。でダメージなんですけど、ちょっと股のすれとかぐらいで非常にコンディションもいいのかなと思います。はい、こちらで15,800円と商品になります。続いてはこちらになります。はい、モデル名は517ですね。でインディゴの色になってます。非常に色いいですね。であのヒゲとかもこういう入ってますし、縦もすごくいいです。で実寸で、ウエストが37のレングスが31です。で普段、
35とかウエスト35を履く方はすごくいいんじゃないかなと思います。やっぱこうももにかけてスリムになってはいるのでそういう方おすすめです。で、ここにリペアがあります。リペア箇所あります。でも綺麗に直ってるのかなと思いますね。はい、こちらで15,800円と修正になります。はい、続いてはちょっとリーバイス続けてきたんですけど、リーのGパンです。はい、でタグがこちらなんですけど、リーのリーンズですね。はい、まあリーバイスでいう606のシルエットになってます。でスリムストレート、スリムストレートかな、まあ、スキニーパンツっていう感じです。はい、結構スリムな、シルエットになってます。で実寸がウエストが32のレングスが31です。かなりの細身なんですけど本当にシルエットはすごくいいです。でこういうヒゲとかも、まあ、入ってますし、縦の色落ちとかもすごくいいですね。はい、サイズの合う方すごくおすすめです。ちょっとやっぱ珍しいかなと思います、リーに関しては。はい、こちらで39,800円と終了になります。はい、続いてはこちらです。はい、501びっくりですね。はい、でバッチがこちらになります。ちょっと消えちゃってますね。はい、で実寸が、ウエストが32のレングスが34です。ちょっとレングスが長いので、まあ、身長高い方におすすめかなと思います。でこちらもヒゲがある程度入ってて、縦の色落ちもすごく雰囲気いいですね。はい、で後ろはこんな感じです。はい、めちゃめちゃやっぱびっくりだと色が違いますよね。こちらで 98,000円と消費税になります。はい、続いてはこちらです。はい、501ビッグイの S タイプですね。まあビッグイだと、まあ、タイプもので一番色がいいとされる S タイプですね。で、はい、で、表記がこちらになります。まだ S の文字も残ってます。はい、でウエストが36のレングスが31ですね。表記で言うと実寸で、ウエストが34のレングスが29です。はい、めちゃめちゃいいサイズなんじゃないかなと思います。はい、なんかレングスすごくいいですよね。ちょっと足くるぶし見えるぐらいでもすごくかっこいいかなと思います。はい、ある程度こういうちょっとひげのちょいちょいって入ってて非常にかっこいいですね。でリペアなんですけど、こういうお尻にちょこっと入ってます。こういうちょっと大きなリペアがここに一つと、ここにリペア入ってます。はい、まあ色も濃いですし、非常におすすめかなと思います。はい、こちらで、198,000円と消費税になります。はい、続いては、はい、501XX です。はい、でタグ、パッチこのようになってます。で、まあ、ちょっと表記見えないんですけど、レングス30だけ見えますね。で実寸でウエストが34のレングスが27、オリジナルの丈ですかね。はい、で、まあ、サイズの合う方は非常におすすめです。で雰囲気もすごくいいですし、リペア箇所というか、まあ、ダメージはこうちょっとあるんですけれども、こういう雰囲気系のこういったスレの雰囲気ですね、めちゃめちゃかっこいいです。はい、で年代で言うと、まあ、60年代、初期か中盤ぐらいの、まあ、ギャラなしのモデルになります。はい、でオフセットループでボタン裏が E ですかね、 E ボタンです。はい、ちょっと見にくいですかね。はい、はい、34の27、いいんじゃないかなと思います。こんな感じです。はい、こちらで、158,000円と消費税になります。今週の土曜日ですね、26日ベルベル人用歩道展の入荷日となりますので、ぜひ、そちらも、ご注目いただければなと思います。